陳光恵、チャンクオンウィン、1967年6月15日体は、香港の作曲家、音楽プロデューサーである。香港ポップスや、コマーシャルソング、映画音楽を数多く手掛け、代表作には、フーウンストームライダーズ、インファナルアフェアシリーズ、SPL、狼吉塚に死ね、孫文の騎士団、捜査官 X などがある。音楽を始めたきっかけは、 クラシックギターだった。高校時代にファンダメンタルという名のバンドを結成。1986年、第2回カールスバーグミュージックフェスティバルで準優勝。翌年にアルバム、ファンダメンタルでメジャーデビュー。バンドでギターと作曲を担当した。グループは3枚のアルバムを発表し3年後に解散。直後には、香港の歌手劉備君に異教解顧を提供し、 21歳で作曲家として、活動をはじめビビアン・ライ、サンドランなどの作曲に携わった。1992年には、その後長きにわたり、パートナーとして組むことになるイーキン・チェンに、同地協定アイレンスギを作曲。1994年彼が歌う、一生愛一個が、ロングランヒット。そして主演映画、欲望の街、怖くも愛、ドラワンの疾風の主題歌。 友情歳月が映画と共にヒットしたイーキンは一気にスターダムに駆け上がり、主題歌を作曲したチャン自身も有名作曲家への道を踏み出すことになった。これまでに楽曲を提供した主なアーティストは、アーロン・クオック、ミリアム・ヨン、ウォレス・チョン、ジョーダン・チャン、ニコラス・セイ、ジジ・リョン、アニタ・ムイ、セシリア・チャン、ツインズ、ジョイ・ヨン、フィオナ・ナ・ホン、クリス・リーなど。 また1994年公開の映画、ネイモート情け部下において、主題歌のみの予定だったところを、ローレンス・チェン監督から劇ともを手掛けてみる気はないかと、提案されたことをきっかけに、映画音楽に取り組むことになる。1998年、アンドリュー・ラウ監督の、98個枠後のリュウ・ソウトラ、当画前で音楽を担当。同監督の、フューストームライダーズでは、 ダンスビートと中国の伝統音楽をミックスさせた斬新な試みで第18回香港電影金像進むの最優秀音楽賞を受賞。以降、アンドリュー・ラウ監督作のほとんどのサントラを任されることとなり、レジェンド・オブ・ヒーロー、中華英雄、決戦、試金城、インファナル・アフェア、インファナル・アフェア無限序曲、インファナル・アフェア3終局無限、頭文字 D、 傷だらけの男たち、デイジー、レジェンド・オブ・フィスト・イカリの鉄拳などの作品でタッグを組んだ。他にも、SPL、狼を静かに死ね、ウォーロード、男たちの誓い、同化線フラッシュポイント、登場半死のインサイダー取引、登場半狙われたブローカー、ラスト・上海などのヒット映画を担当。映画賞にノミネートされることが多く2009年のデディちゃん監督。 孫文の儀師団と2011年ピーター・チャン監督作捜査官 X では連名ながら香港伝令金像進むの最優秀音楽賞を獲得しているこの捜査官 X についてチャンは2016年のインタビューで最も困難で最も気に入っているものとしてこの作品を挙げた寒風映画という時代劇ですが神秘的かつサスペンスを盛り上げるため オーケストラとロックを融合し、それはクールな化学反応を生みましたと語った。こうした映画音楽と有名歌手たちへの楽曲とともに、CM ソングも数多く手がけており、2003年に香港の人気歌手、ジョイオンの歌う超ミノルジオー大の割れ的競合が話題となるなど、今や香港を代表する作曲家の一人である。日本においてもテレビ東京の美の巨人たちの オープニングテーマや、2006年に、ハドソンより発売された PS、PSP 専用アクションゲーム、煉獄に連合イズステアウェイ2、HEAVN のサントラを作曲している。1990年代、2000年代、2010年代、ABCDE、I Interview with Composer c h u n k and Wing。アジアンフィルムストライク、2016年7月6日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年7月6日閲覧。歴気改正席相乱1985から 1998. 歌詞白竜高音、落部詞。2016年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月6日閲覧。ファンダメンタル落体、短芝楽的基本、巧妙網。2014年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月30日閲覧。ABC 人物戦法本蔵小作曲人陳光英筆人生公共楽曲香港へ五木日報2016年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年12月30日閲覧陳光英定権20年的共同成長 881903.com 2016年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年6月9日閲覧テレビ東京日の巨人たちテレビ東京2016年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年7月6日閲覧煉獄にザステアウェイツー h e a v n サウンドトラックチン光栄 CD ジャーナル 2016年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月6日閲覧。ありがとうございます。